皆さんこんばんは。どうも、あいちです。今週ダラダラジオよろしくお願いいたします。で、今日はですね、最近ちょっとある出来事があったので、その皆さんにシェアさせてもらえたらなと思うんで、それを喋っていくんですよ。で、タイトルがおそらくセブンとおじいちゃんみたいなになってるかと思うんですね。そう、だからそれ喋っていくんです。喋る前に、そうだ、これを投稿してるときはイオンレイクタウンのイベントがきっと終わってるとき、今撮ってるのは前日なんですけど、はい、胃が痛い胃が痛いですね。すごい楽しみなんですよ。楽しみなんですけど、胃の痛さもなかなかね、こうね、グッときてて、どんな感じになるのかなって。でも一番はいつも思うんですよ。講演会の前とかもいつも思うんですけど、最終的には自分が一番楽しむのが大事だと思うんです。で、今確かに俺の中の不安は、こう来ていただいた皆さんにね、満足度高いものにできるかどうかっていうところもあるんですけど、多分一番ビビってんのは人が集まるかなんですよね。きっとそこに今ビビってるんですよ。でも、あのね、この1週間ぐらいいろいろ考えてた中で、もう忘れるな俺と思ったことがあって、それが昔ね、その講演会だったりとか、イベント、まだ全然活動が最初の頃の話ですけど、そのイベントやっても 3,4 人とかの前で話をしたりとかすることも普通にあったし、こうね、こう話してても、なんていうのかな、こう向けられる目線というかさ、が違うんですよ、種類がね。そう、今こうやって話を聞きたいって言ってくれる人がいるね、来てくださる方がいる、それが何人であろうともいいじゃねえかと。そう、来てくれた人への感謝の気持ちが大事だし、その来てくれた方の満足度を高めることが全てだろうって。でもそれをするためには、俺自身がまず一番楽しまなきゃダメだよなっていうところに思い出して、なんかそれを考えたらすごいもう楽しみのが大きくなってて今、だからまあ楽しんでくれると思います。あとはね、ちゃんと失敗せずに喋るっていうところが、できればいいかななんて思っておりまして、はい、そんな風に思ってるんで、もうこれ、ね、投稿してる時は終わってるんですけども、来ていただいた方がもしいたらね、いいイベントだったよって、行ってよかったよって思ってもらえてることを願ってます。未来の私へ頑張れ俺。よし、じゃあね、本題に戻りますけども、今回はですね、この前、セブンイレブンに行ったんですよ。タイトルにセブンがついてるからね。で、その日ちょっといろいろあって、気持ちがちょっと落ち込んでたんですよね。で、落ち込んでる時は太陽に当たろうっていうのが私ちょっと思うんですよ。で、いつもは朝にウォーキングしてて、それはしてたんですけど、郵便局に行かなきゃいけなかったんです、その日。で、なんでかっていうと、税金をちょっと振り込まなきゃいけなくって、で、税金を振り込むためにセブンイレブンでお金を下ろそうと思って、で、いつもは車で行くんですけど、天気もいいし、こんな気分だし、タイね、だからちょっと歩いて行こうと思って歩いて行ったんですよ、ウォーキングがてらね。で、行って、で、お金を下ろしましたと。で、そこでね、声をかけられたんです、おじちゃんにセブンで。で、もう見た目ちょっとね、最終的にはめちゃめちゃいいおっちゃんだったんですよ。いいおっちゃんだったんですけど、見た目はちょっとこう、なんていうのかな、あんまりこう身なりが綺麗なタイプではなくって、なんだろう、違う、お金下ろした直後だったから怖かったのよ、正直言うと。でも、なんか聞いてたら、ワンちゃん、スマホをこれ、スマホでこれ操作できるかみたいに言われたのよね。で、聞いてったら、そのね、ボートレースあるじゃないですか、ボート。ボートの、なんかアプリでいつもボートの予想をしてて、こうかけてたらしいんですよね。でもそれをやってた途中で、なんかアプリがメンテナンスに入ったらしいんですよ。わかんないけど、なんか使えなくなっちゃって。で、問い合わせたら、こう、アプリじゃなくてサイトを検索してそっからやってくださいみたいな言われたけど、分からなかったらしいんです、それが。で、あんちゃん、これなんとかならないかみたいな言われたんで、でも俺やったことないから、なんて検索したらいいんですかみたいな聞いてたら、まあちょっとそこでね、こういろんなこうやり取りがあってうまくいかなかったんだけど、でも最終的にさ、そのおじちゃんがね、求めてるサイトにつながって、で、なんかログインのさ、パスワードとか全部認証番号とか必要だったんだけど、おじちゃんすごいこうさ、もうなんかずっと使ってる多分パスワードを全部メモってるメモみたいな、裏紙みたいなのにこう書いてあって、で、見せてくれて、で、まあ、最終的にはね、おじちゃん、これめちゃめちゃ大事なやつだから他の人に見せちゃダメですよって、俺も記憶から飛ばしておきますねみたいなことを言って別れたんですけど、まあ、それを入力したらできて、で、おじちゃんがめちゃめちゃこう喜んでくれて、で、まあ別れたわけですよ。で、まあそこでね、まあ嬉しかったのは、こうおじちゃんがね、すごい喜んでくれたこととか、あんちゃんめっちゃいいな、いい人やなみたいななんかおごったるわって言われたから、あ、いいせいせい、もその気持ちだけで嬉しいんでって、帰りますねっつってそう、ちょっと税金払わなきゃいけないんでみたいな、そう話をしてて、まあ終わったんやけど、なんかそのおじちゃんの表情とかさ、まあそこで多分自分が最初ね、まあ言い方悪いけど怖かったから、さっきも言ったようにお金下ろした直後だったんで、とは思ったのよ、声かけられた時に。で、
まあ、失礼だけど適当にこう足らちょっと分かんないでごめんなさいとか急いでますっていうこともできたし、その自分がさ何の選択をするかって言えば人生なんて選択の連続だから、でもいつも言うけど俺は自分をこう好きになるっていう選択がなかなか難しいのよ。あんまり自己肯定感がうまくこうコントロールできないから、だから自分を嫌いになる選択をしないっていうのはやっぱすごく大事にしてて、で結構そういう時にパッて頭に出てくる、そのねどうするって思った時にどっちが自分を嫌いになるリスクが低いって、でその時、まあ、おじちゃんのさ、そのもちろん危ない人のことあるじゃん、可能性もあるからさ、あるからそこの危機管理は必要なんだけども、まあちょっとこう話した感じだったら大丈夫かなって思ったし、まあその気をつけるこう姿勢も取ってたから、あこれはちゃんと話した方がいいなと思った結果、まあ、うまくなって、うまくいっておじちゃんとってもプラスだったし、最後なんかいい感じで仲良くなって笑顔で別れた、おじちゃんちゃんとボート当てたなみたいな当たって、あと当ててくださいねみたいなこと喋ってて、ありがとうとかって言ってさ、でもそのやり取りがあったから、もうその後私その日ね、さっきも言ったみたいにめちゃめちゃ落ち込んでたんですよね、ちょっといろいろあって、まあいっかってなったんよ。そうおじちゃんのおかげでね、そういっかっつって、人生いろいろあるよねって、まあ、よく言ってるけどさ、そんな日もあるよねっつって、うんって思ったんだよ。だから、まあ、今回なんでこれをシェアしてるかっていうと、まあ、俺いい人でしょっていうアピールをしたいってのはもちろんある。あるある、ごめん、嘘。嘘じゃない。ちょっとある。でも、まあ、気をつけてると思うよ。みんな真似するには、絶対にこう人を見なきゃいけないから、気をつけなきゃいけないところはあるんだけど、絶対真似しろってわけではないんだけど、うん、でも、やっぱこう選択をするときに、毎回毎回さ、自分にとって正解の選択ができるわけじゃないじゃん。でもいろんなものを選択していく中で、やっぱこう自分を嫌いにならないための選択っていうのはやっぱ俺には合ってるし、もしかしたらこのダラダラジオを聞いてる人の中にはその考え方が合ってる人もいるんじゃないかなって思ったんだよね。そうだからなんかその実践できたからさ、ほらいい感じになったぞって、そういうこともあるぞって、うん、みんな今ね聞いてくれてる方の中でさ、人生うまくいかねえなとか嫌なことしかねえなっていう方もいると思うの。俺もそういう時あったし、ただそれが一生続くわけじゃないって俺は思ってる。うん。まあでもそのさ、渦中にいる時はそう思っちゃうんだよね。一生続きそうじゃんそれが。俺だって人生ずっと暗闇だと思ったもん。トンネルから抜け出せないと思ってたし、中学の時なんか特にね。うん。でも何かきっかけというかね、多分積み重ねなんだよね。何か大きなさ転換期が来て人生180度変わりましたっていうこともきっとあるけど、でもそれは多分ね結構漫画の世界というかパーセンテージもさ 0.0 何パーみたいなとこだと思うのだけど、普段の考え方とか行動とかいろんなものを積み重ねていく中で、そのきっかけのパーセンテージが上がっていって、そのなんだろうな、自分の中でさ積み重ねた上であるラインを超えるんだよね。超えた時に、あちょっと変わってきたみたいなことに気づけるもんだと思うよ。だからなんかそこをね、今しんどいなって思ってる方は、特に6月さこの時期しんどいから正直、うん、だけどなんかそういう風に思える、うん、きっかけになったらいいなと思ってね、今回この話をねシェアさせてもらいました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週喋るかな。ちょっとダララジオね、今完全に不定期になっちゃってるんでね、もしかしたら来週か再来週あたりにまたね投稿すると思いますんで、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは、本日一日じゃねえやそれボイシーだ、明日からね今週1週間がまたね皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。1週間頑張ろうね。